カラスチンの水路ガラスチンは中華人民共和国石膏省北部の加工し切り合しガラスチンチンにある観光地でアジアのベネツィアと呼ばれることもある。大運河に面していて古くからのあるいは復元された江南の街並みが残る。上海、甲州、蘇州を結ぶ三角形の真ん中あたりの交通が便利なところにあり国内外の観光客が多い。 中国政府の IT 政策を支える世界インターネット大会の永久開催施設であるインターネット国際回転センターがあり国家主導でスマートシティ化が進められている2017年には中国側が人間と機械の最終決戦と歌う人工知能のアルファ語と世界トップ騎士の柿吉による囲碁対戦を行ったフューチャーオブコサミットが開かれた 上海と甲州を結ぶ G320 国道上の霧郷市中心部から北西へ1 5トル、加工市の中心部から西へ3 6トルにある。甲州より8 0トル、上海からは1 3 0トル離れている。AAB トリポートアジアのベニスと呼ばれるカラスチン中国で最も美しい水上村の魅力カラスチン。 世界インターネット大会の永久開催施設がカラスチンに完成。中国も、2017年12月4日閲覧。世界インターネット大会開催地のカラスチン、ますますスマートに。人民も、2017年12月4日閲覧。一つくえがある年内業家、小アルファ5。新動も、2017年5月16日閲覧。発言中国。 次女優中国完全主殺2002ありがとうございます。